桶川市と川島町の境にある旧荒川旧荒川は、埼玉県河野寿市と吉見町の間を流れる河川と桶川市と川島町の間を流れる河川、荒川の旧河道にあたる。また、隅田川や瓶、沼川なども旧荒川の一部であり、これらを指す場合もある。原河道の右岸側に3キロメートルほどの旧河道が、 現在も埋め立てられず、川跡湖や河川として残っている。所在地から、明明ことも、埼玉県道27号東松山河支線を挟んできたから順に、明明、鎌虎、ハス沼とも呼ばれ釣り場として利用されている。世界以前は、和田吉野川の流路であったとされ、周辺地域では、稼働が蛇行していたことから水害が頻発していた。そのため、 明治後期になり洪水氾濫対策として、旧稼働をせき止め、新たに原稼働を掘削した。また、流路を寸断するように、横包み2本が設置されている。2010年、吉見町では、ハス沼神殿、高尾神殿、久保田新田地域の流路について、堤防建設のため一部の埋め立てを求める意見書が、町議会で採択された。付近は、 川幅日本一としても知られている。航空写真原関道は、本田エアポートを挟んで西側にある。こちらは、河川というより川跡のようになっている。北から、上池、中池、下池と呼ばれている。中池と下池は飛行場沼や川畳沼とも呼ばれ、釣り場として利用されている。また、こちらも、流路を寸断するように、横包み2本が設置されている。 世界以前は、市の川の流路であったとされる。自然再生推進法に基づき、荒川太郎江門地区自然再生事業が進められている。旧荒川の名称が残る部分以外にもいくつか旧河道が現存する箇所がある。さらに遡れば、元荒川や綾瀬川も、荒川の本来の流路である。ありがとうございます。